はい、今日は私の企画、はい、出演していただきましてありがとうございます。ありがとうございました。そしてグループス初出演、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはあのやはり聞きたいのは、はい、あのスタンウェイとの一緒に、はい、演奏したご感想というか。いや、キラキラしてますね。これってあの、はい、鍵盤軽いとか結構言いません？そう、人によって結構仲良くなるまでに時間がかかるっていう方がいらっしゃったりとか、はい、鍵盤のことも。鍵盤が通常、まあ、いわゆるいろんな場所でのよりはすごく軽いこんな軽いんだろうなっていう。あ、立ちが戻ってくるのが結構。あの立ちがだから直接行くなみたいな感じがすごいしました。はいはいはい、あ、じゃあ上日をすぐにパッと入れやすいってことなんですね。あ、そうですね、きっと。すぐ入ってくるみたいな。はい、だからこう上手い人がいるといいんでしょうね。いや、だってあの経歴先ほど伺いましたけど、いやいやいや、すごいしっかり弾く人にはいいかもしれないですね。でも、うん、適当に弾く人には難しいかもしれないです。あ、そうですか。さすがでございます。そうなんだ。私がね、ちょっとピアノ弾かないので皆さんの意見をいろいろと聞いてるんですけど、この色初めてですね。あ、そうですか。これからもっと仲良くなっていただけますか。よろしくお願いします。はい、お願いします。配信ライブも何回かご自身でもされている、はい、自分で一緒にやってやっているシンガーソングライター西浦翔太ってここにも出てると思うんですけど、あ、はい、その翔太とやってるやつではやってるんですけど、はい、自分の染谷俊としては初めてかもしれないです、はい、今日どうでしたか、はい、そのお一人で、まあ、はい、一緒にやるのとまた違うお一人だしライブっていう感じがすごく強くあったのかなと私は、はい、あの演奏を見てて思ったんですけど、そうですね、やっぱ空間、このここの場所のグレープスの空間みたいなやっぱホールっぽいっていうか感じだったので、はいはい、うん、そういう、まあ、あの拍手とかがないのはちょっと寂しいかもしれないけど、だから拍手はあのプチッと押してくれれば、ああなるほど、もうその録音してあって、そうそう、終わったらシャ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 って出てくれれば、今後のね、それで、ね、あの勉強になりますね。歌ってる最中はすごく集中できるし、やっぱこのホールの張りがあるんで、はい、とても気持ちよくやらせていただきました。それはとても嬉しいです。私もこう配信はね、皆さんにもお願いしたいと思ってるんですけども、そのライブの感覚自体は失われないようにしたいっていう気持ちがやっぱあるんですよね。その配信向けのね、あの内容ももちろんあると思うんですけど、ライブハウスだから そこでやってるっていう感覚に、はい、アーティストさんも見てるかもなれたらいいなと思いました。とても響く小屋だし、やりやすいですね。ありがとうございます。ぜひ今度お客さんもね、あのこちらにお迎えして一緒にライブを作れたらいいなと私も願ってます。お願いします。あと今日配信を、ね、見てくださった方すごくたくさんいらっしゃって、コメントもたくさんあって読み切れなかったんですけど、はい、そういった方にあのメッセージをいただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。今はまあこういう形でしかライブという部分もなかなかできませんが、今しかできないとか今しか感じられないこともあると思うんで、自分もできる限りというか、もともと歌うたいなんで、歌を届けるという部分で、まあ、生きてるなっていう感覚で生きてるので、それを途切れさせないようにやっていきたいと思います。配信の場所とか、まあ、今後ねライブハウスとかいろんな場所でまたみんなとつながれて歌が届けられることを願ってます。今日はありがとうございました。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、ありがとうございました。